善照寺。善照寺は旧山陽道の吾妻橋から本郷川を少し遡った西の高台に立っています。今津では唯一の浄土真宗本願寺派の寺院です。本尊の阿弥陀如来は享保19年1734年の作と伝えられています。本尊を収めた箱の上書きには1650年代に駅屋町服部の道山からお鯖に移転したことが記されています。平成元年1989年から5年の歳月を費やして本堂、栗の改修、後ろ堂の増築が行われました。平成7年1995年4月には平成の大修理落慶と第16世住職の就任大法要が厳かに執り行われ稚児行列も繰り出しました。戦時中には境内に寺小屋が開設され子どもの育成事業に貢献しました。現在も子どものためのサマースクールが開かれています。歴史とともにたどる今津。